あのね、自分でもこんなこと聞くのすげえ変だと思うんだけどさ、あのさ、アシアさんってどんな服が好きなんだと思う？エミ？安い服じゃないかしら。だからさ、もうわかるっしょ。アシアさんは女の子がどんな服を着たら可愛いと思うかって聞いてんの。アシアと何かあるの？何もないよ、何もないって。でもアシアさんにお買い物に誘われてしまいました。へえ。そういえば鈴木梨花はなんで誘ったんだ？現代日本に精通している方から客観的なアドバイスをいただくためです。